一体どういうことか知りたいんだよ。君はこう供述している。僕はこうなると知っていた。見えたんです。で、君は橋が壊れると乗客に教えた。みんな降りろ。そして実際そうなった。当局は橋の崩壊を自然災害によるものだと言っています。自然災害？どこが自然なんだか。結局全員死んでいった。止める方法はないのか。死を逃れた以上、代わりの命を差し出すしかない。それって身代わりに誰かを殺せってこと？ファイナルデッドブリッジ。これで視力が戻りますよ。ちょっと失礼。